どういうことかね。総会まであと一月もないんだよ。この出足の遅さは何なんだ。申し訳ありません。申し訳ないで済む問題じゃないだろう。席に戻りたまえ。はい。無理に決まってるよな、一日でやるなんてさ。くそ、ムカつくな。何？え？ほら、おいでよ。もう少しこっちにおいで。よしよし、いい子いい子。あ、頭を撫でられるのは嫌いなの？それじゃあそろそろ時間だから行くね。もしかして嫌なのかな。こらもうそんなにプって膨れなくても。ね、寂しいってそう思ってるの？本当に？君も僕と同じ気持ち？もうごちそうさま？かわいいね、君は。よし、そろそろ寝ようか。高いな。なんだかすごくホッとする。君も？嬉しいな。おやすみ。本当は内緒にしておくつもりだったけど、とにかくこっちの姿でもよろしくね、ご主人様。お前まさか。目の前で変身しただろう。そんなに驚くことじゃないって。結構いるんだよこういうの。
まあご主人様は知らなかったかもしれないけど、それに俺今までずっとご主人様の言ってることも分かってたんだよ。じゃあさっきと同じことしようか。見ててよご主人様。どう？ご主人様、俺の言うことまだ信じられない？ああもうまたそんなにびっくりしちゃって。だからって理解できない。なんか信じられないけど信じないわけにはいかないって感じだね。ん？ご主人様、赤くなってるよ。え？なんで？見えるし、見るよ。え？俺が裸だから？今更でしょ。もしかして照れてる？人間の姿だと照れちゃうんだ。かわいい。え？はい、捕まえた。よせ、近づくな。なんだよ、そんなに恥ずかしいの？じゃあキスしてくれたら話してあげる。え？ご主人様からキスして。なしてくれないの？早くしてくれないと。俺からしちゃうよ。ただいま。おかえり、ご主人様。ご飯にする？お風呂にする？それとも…これ、一度行ってみたかったんだ。もう…大好き大好き大好き。